どうも皆さんこんばんは。狼のチャンネルへようこそ。本日はフォレストパンク第3章をやっていきたいと思います。そして調理場が今止めてて、あと3日で食料をゲットしないといけないので、とりあえずは研究でビーコンを作りたい。残り13日で250人を生きるか、厳しくない？厳しいんだけど、目標にちょっとびっくりした。枯渇したのが何だろう。バランス的に足りないのが木材かな。木材を拾う人を増やそう。いや、これ24時間対策したかったな。最初に法律で24時間にしてもいいかもしれない。そしてビーコンができたら、ハンターの装備。いや、魅力的だな。食料をまずゲットした方がいいのかな。重木材だし。それとも資源？全部同時に進めていかなきゃいけないって感じか。難しいなこれ。いや、製材所も欲しいけど、これかな。そして介護施設を作る約束をしてるから、介護施設も作らないといけないんだけど、まずはビーコンを作ってあげて、あれ？これ道ダメなの？これ、どういうこと？これあれ、どうして道が作れないの？これなんかポールみたいなの邪魔してる？ああ、もったいないな、これ。ちょっと作り方が。あ、これでいい？ダメだって言ってる。建設中か。これぐらいしかない。そして、介護施設を作ってあげよう。介護施設。いや、家のそばには作りたくないんだよな。この辺でいいかな。ちょっと遠い気もするけど。ここかな。別の集団が到着。あ、そう。ちょうどいいね。鉄が少ないから。鉄、これか。あ、違う。ビーコンまだか。あれ、道は今作ってるのね。希望が増加、暖房がオフ。いや、まだ大丈夫だね。過ごしやすいってここがなってるから、とりあえずまだオフにしておこう。よし、ビーコンができた。そしたら早速調査チーム。労働者5人。労働者、なるほど、指定してきた。多分これが命綱だから、これはどんどん作っていこう。早くなんか資源を取ってこないと滅亡すると思う。あ、8人来てるんだ。いえねー、闘技場のスペース空けておきたいんだよな。これで十分か。こんなにいらなかったな、家。とりあえず、
ジェネレーターオフダメだった？墓地ね。いや、今それの、やってる暇がないんだよな。病名3名か。診療所ってなかったっけ？救護所あるからいいんじゃない？一回オンにするとりあえず。探索、鉄と木材。首吊りの丘の男。凍結した池。上行ってみようか。首吊り男の丘。殺伐としてる。いやー、法律ね、どうしようかな。墓地を優先したいんだけど。墓地を作んないといけないんだよね、そもそも。本当は緊急シフトとかにしたい。延長シフトとか。どっちを、どうしようかな。希望ボーナスか。とりあえずこれかな。墓地作ろうか。New law is signed. これで。ハンターの研究が終わって、何が欲しいかだよね、今。スカウトの同意も欲しいけど、一番足りないのってなんだろう。最速で足りなくなるのが木かな。早く次の段階に進めた方がいいと思う。あ、間違った。製材所先だった。多分製材所かな。ここの木切れるんだったら切らないとまずいかも。木材プレートが枯渇しました。人手が余ってます。木材の減りが著しいな。温室はどこだっけ。次は温室作ればいいよね。どうしようかな。遠征チームを増やしたけど、とりあえず今することがないね。とりあえず鉄でも、余ってる人数はとりあえずいいや。余らしとこうか。これでも掘らせる。墓地ができて、家がないと。行方不明の子供たち、子供たちを助けろと。丘に到着。蒸気閣。エンジニアの呪い。発見したらには、お前が約束とともに私をここへ誘い出し、ギフト。道具は取っておくでしょ。埋葬はしてあげたいけど。こう切って、あ、子供たちか。行ってあげたいけどな。雪上車じゃない。これ探索チームもう一つ欲しいな。間に合わなさそう。製材所もまずいな。あれ、介護施設作ったよね。
診療所作ったけど、ダメ病人足り、なんでだ。あ、これ拾っ、クレート拾ってるね、多分。病気になるのかな。これ児童を保護して、こっちに行けば技師とかになるのかな。看護師とか。とりあえず不満は？不満がちょっと上がってきてるから。とりあえず早めに闘技場を作ってあげて。不満を軽減させよう。あ、キーまずい。本当にまずいな、キー。いいね、希望が増加して。病人が多いな。食料がもうなくなるんじゃない？でも木材もないから、こっちが先。いや、いきなりウォードリル。これすごいな。1列あたり184取れるんだから。こっちに願おう。スカウトが到達、探索、すごい。切除者前方に完全に破損していました。最悪の寒さがこれからまだやってくる。しかし彼らはそれがいつなのか口にしなかった。資源を採取。この後だね、どうするかな。こう上行ってルートで帰ってくるか、下か。池か雪丘かこっちじゃない。でも工場がないからオートマンは作れないんだよな、まだ。あ、違う、探索チームそろそろもう一つ発見した方がいいのかな。あ、石炭取れる。石炭を取ろう。そして残りの食料が1日未満だから、探索チームより先に一時的にしのぐのに温室を作ろうかな。はい、それでは次回ちょっと食料が1日分しかないので温室を作るところから再開していきたいと思います。初めてウォードリル、壁から木を採取するっていうものを使ってみたいと思います。それではご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。励みになります。オオカミでした。アディオス、アミーゴス、またね。